はい、どうも、皆さん、こんにちは。また画面の向こうと言いますか、ズームの向こうの皆さんも、こんにちは。えっ、ー、とですね、柴田孝にでございます。で、今日、ガイダンス実は3回目なんですけども、なんと初回のガイダンスが録画されてなかったことを判明ということで、今日はせっかくだから初回と同じ内容の話をね、してですね、今日見れなかった方のためにもですね、あの全部あの見れるようにしたいな、っていうふうに思っておりますので、 もう3回、初回聞かれ方同じだよって話だったら大変申し訳ないんですけども、まあ、復習と思って聞いていただければなと思います。で、まあガイナンスですから、あのまあ、勉強法の話を中心にやります。法律の話は、まあ無料体験とかそういうものでね、聞いていただければいいのかなというふうにね、思いますので、まあどうやってして学習していけばいいのかっていうふうなことで、誰が聞いても、まあ、あとですねい、まあ意味あるというか分かりやすい話と、前提知識はいらない話をすると。あとはまあ、 ええとですね、これから皆さんね、この概算付き聞かれている人っていうのは、まあ、ほとんどの方はもう予備試験を目指しておられるんじゃないかと思っています。まあ別に、法科大学を目指してもらうが、行政士試験や司法士試験や別の試験を目指してもらってもね、構わないんですけども、 もしも弁護士や検察官、裁判官のような放送資格を取得したいというんだったならば、まあ、あの予備試験を受けるのが現状はベストプランだろうと思われるので、そう言っているとで。今日もなぜそれがベストプランなのかということもお話をしていくということですね。はい。で、まあ、実は初回はどんな話をしたのかというと、もう普通に、えー、ねじめですよね。 入門講座、柴田クラス講座説明会、ガイダンスレジュメっていうようなものの、この1ページ目から順番に説明してみましたんで、まあ、なかなかね、ちょっとこう、画面だけ見ていればいいようにね、したいなっていうふうにね、思うんですけど、そうす、ね。で、それで、まあ、この画面使って講義は進めていこうかなというふうにね、思っております。なかなか出てきませんね。あ、で、きただた。<laughs> はい。<laughs> では、早速やりましょう。入門講座仕方クラス予備試験完全攻略プログラムというふうなことで。まあ、先ほど予備試験っていうのは用語をいきなり使ってしまったんですが、もう全くね、全然何も知らないって方もおられるかもしれませんから、えー、まず、弁護士、検察官、裁判官っていう、この3つのね、えー、仕事が放送資格を取得したものじゃなければつけない仕事です。で、これは全て法律を使って事件解決をするっていうお仕事だと思ってください。ね。 お医者さんは医学の知識とか薬の知識を使って病気で苦しんでいる人や怪我で苦しんでいる人を治します直して人,人助けをすると。それに対して事件に巻き込まれた人っていうのはもう精神的にかなりね苦しいっていう風な状況になりますから。 まあ、実際ね、病気に比べるとですね、考えないようにすればいいんじゃないかなと思うんですけど、人間そんな辛くありませんから、やっぱりお金がありませんとか、えー、揉め事で巻き込まれてどうい解決するかわかりませんっていう状況になると、本当にもうね、心がすごい病んじゃって、そこから体調まで悪くなるっていう,ようなことありますので、まあ、なかなかね、考えないようにすればいいっていうね、のこと、なかなかうまくいかないのかなっていう気がしますね。 私も予備校の講師をやって、それこそ23歳からね、やってますから、そうすると、それこそ昔ね、すごく有名だったこともあるんですね。有名だった時はですね、なんともインターネットの当時2チャンネルと今5チャンネルなんかにですね、あの、60個ぐらいスレッドが当たってですね、9割方悪口っていうですね、そういうこともあったんですけど、その時もね、見なければいいじゃないかっていうことで、あの、 一切ね、まあ、最初は結構ちゃんと見て参考になること書いてあっ,たあって、その通りだなと思ったら直さなきゃいけないと思って見てたんですけど、あのほとんど参考になることはないっていうふうにね、思ったので、もう途中で見なくなったんですけど、まあ、だけど見なくてもいろんな人がね、こんな風に書いてるけどいいんですかなんて教えてくれて、私に。いや、別に教えてもらなくていいかなと思うんですけど。 まあ、そういうことで、内容で本当にひどいものですね。わざわざ教えてもらえる。本当に必要なことは、まあ逆に、あの、ちゃんと心ある人が指摘してくれるんで、まあ見る必要ないよねってことを見なければいいって話があるんだけど、でもやっぱり実際は、あの、皆さんそんなメンタルないと思うんですよね。だから何が言いたいかっていうと、掲示板とかで実名、皆さんが実名で名指しでさ、あの、書かれたらやっぱ嫌だし、やるしようし、もう議権巻き込まれてね。 それでこうなんかその事件解決が自分の方が正しいと思ってんのにさ、悪い奴がなんかやりたい放題やってるとかだと腹立ちますよね、正直ね。まあ本当にね、弁護士やってるとなかなかね、悪い奴がやりたい放題っていうことを止めれなくて本当にね、えー、苦しいなと思う時もあるんですけどね。うん、もういきなりね、夢に燃えてるこのガイダンスの最初からの人からそんなこと言うのも何なんだけど、やっぱりね、例えばいきなりね、 えー、ね、み、皆さん、うちのね、庭なんかに、誰か、見、えー、ず知らずに人のが車放置して、そのまま逃げたみたいな場合なんかだと、その車どけるだけでもなかなか、やっぱりどうしてもね、即時に明日どけましょうってわけにいかないもんですから、えー、ですからそういう意味で法律っていうのを使って事件解決っていうのはね、なかなかね、スピードっていう意味では問題があるところはね、あるんですよね。今その場で何か起きてるっていう風なものに対応するっていうのはね、 えー、本当になかなか難しいところはねあったりして本当に私もね、えー、それで法律使って事件解決するっていうのではまあ限界あるなっていうふうに思って、まあ、立候補したりねして政治家やってたこともねあるんですけどねまあいいやその話は今日はあのね シ田タ之カ時代記を喋る時間じゃありませんので <laughs>、ただちょっととにかくお医者さんと法律家っていうふうなのは困った人を助ける仕事で、ただ道具とか何に困ってるかっていうのは違うっていうふうに認識してゃうえばいいんだよね。それで今言った弁護士、検察官、裁判官になるための、まあ司法試験合格っていうふうな資格、これ持ってると、まあお医者さんと似ててね、お医者さんは 医学にあの薬剤師の仕事はできないけど、医学に関することはほとんど何でもできますよね、えー、放射線、えー、技師の仕事でもできますし、柔道整駆使のできることでも何でもできますから、それと同じで、他にも法律を扱う資格ってあります、行政書士とか司法書士ってありますが、彼らと違って、えー、我々弁護士、あと検察官、裁判官もみんな辞めれば弁護士になりますから、弁護士は、えー、できないことはないと、法律に関することでできないことはないという,ふうなことですね。 微妙に、あの、宅地建物取引主任になれなかったりするんですけど、えっと、<laughs> それはまあ、別にや、やりたかったら受験すればいいかなっていうふうに思いますから、あの、司法支援を受かった後だとね、高齢者の制限っていうね、のが結構めんどくさいんですけども、<laughs> か,か,かなり暗記するの大変なんですけどねあ。一応私もね、受験してちゃんとね、あの、あの受かってますけども、 えと、あと他にできないのがですね、測量とか当然できないんで、当たり前測量っていうか、あの、法律っていうよりはむしろね、こう、測ったりするってことですもんね。えー、土地の登記と登記って言って、あの、この土地は誰々のものですよっていうふうなことを登録する制度があるんですよね。誰でものかすぐ分かるにするためで、えー、これは俺のもんだとかね、名前が書いてないとさ、あの、揉め,ぐめぐるじゃんね。 だけど、と、そう、法務局っていうところできっちり、この、この土地は誰だもんですよ。この建物誰だもんですよって話になっていればさ、これ俺のもんだとか大声で言い出す人がいたとしてもね、いやそんなことないですよっていうふうな話ね、な、なに、すぐにね、話が決着つくわけですよね。外国なんかだと、領土問題ってことで、この島俺のもんだとかね、ちょっと外国が一体してますけど、結局、国際社会ではそういうふうな制度が、あの、明確にないから揉めるんですよね。 国内ではまあ実際は明確じゃない部分もあるんですけど、少なくともその陶器に名前が書いてあれば、他の人がこの土地は俺のもんだとか言ってきたら、いやいや陶器違うでしょと、記録見たら私のもんですよって言えば済むんで、おめごとになりにくいっていうふうになってるんですけどね。まあ、あの、で、そういうの陶器するときに、どこの土地なのかについて、誰のもんなのかっていうのに、そのどこの土地なのかってことをきちんとね、そこっていうふうなことを地図とか使ってはっきりさせなきゃいけないんで、そのときに測量がになってくると。 で、測量した後はもうあとはできます。私たち全部ね。権利の登記って言ったりするんだけど、ね。兄弟登記とかするのす、するのはちょっとあの測量とかね。あの、いわゆる土地家屋調査資産が必要になってくるんですけども、その後は司法書士さんのできる仕事は全て我々できますのでね。だから私もね、サービスで結構登記業務、 あの、やることがあります。ね。えー、判決取って、あとは登記の移転手続きするっていうだけに、あの、まあ、司法書士さんと同じか、もうちょっと安いぐらいやり、ついでなんでやりますよって言って、あの、本当にね、判決取ってあれば登記するって全然難しくないって言っても、ちょっとつまり登記の話とか、これ以上言われてもね、ちょっとわからない人多いと思うんですけど、まあ、本当、この土地は誰だよもんですよってね、えー、ね、小学生がペンケース名前書いて自分をだってアピールするようなものの、もっとすごいのがね、あるっていうふうに思えてあいいんですけどね。 すみません。話があちこち飛んでますけど、とにかく、ごく一部できないことがありますが、基本的には法律関係のことは何でもできるってことは言いたかったのでってことですね。そのためには、司法試験からないと、まあいわ、いわゆるね、運転免許の AT 限定免許とかじゃなくて、何でもできた方がいいに決まってますから、まあ、大型免許っていうかね、大型特殊免許みたいなものなわけですよね。何でも運転できるっていう意味でね。 大型特殊持ってるのも多分タクシーの運転手になれないと、細、ま、かいもうもうこと言うと話,話がとっちらかってきますんで、これがにしおきますけども、とにかく、まあ、あの、何とかできるとかできないとか考えなくてもいいんで、弁護士の資格持っていれば法律的なこと何でもできますから、あのと、税理士登録もできるんですよ。私も弁護士としての実務経験が10年以上ありますから、確か2年があれば税理士登録できます。理士にもなれるんですよね。 まあ実際になれるっていうだけで勉強しないと無理業務するの無理だよなっていうふうに思うし、私も実は税理士に確定信号をお願いしてるんですけど、本気出せば自分でできるんだろうなっていうふうにはね思うんですけど、まあそれはね、ちょっと長年お願いしてる先生もいるんで、まあそこら辺はお任せはしてるんですけど、自分でやってもいいのかなって気もね、若干してるんですけどね。はい。 えー、そこら辺は、ちょっと喧嘩とかしない限りは多分お願いすると思いますが、まあ、私もね、別にそれは業務としては人のもの、自分は当然できるんだけど、人のものもやってもね、構わないってことで、なかなかまあ、本当に医師と並ぶ、えー、何でもできる、いろんな、そのできることの幅が広いっていう意味ではね、非常にこう魅力的な資格だなっていうふうに思っているんですよね。あとね、よくね、本当に私も田舎って、田舎っていうのは私の住んでるところなんですけど、で、ね、 弁護士ですっていうの、弁護士最近儲かんないでしょとか言われるんですけど、いやー、マスコミがなんかさ、広めたなんかね、あの、ま、なんか、まあ、別に言わしときゃいいんで、そういうとき一切否定しないと、いやー、大変なんですよとか言ってるんですけど、仕入れも何にもなくてさ、一件大体30万か50万取れるんですから、あの、儲かんないわけないんですよね。 よくあの年収300万とかいうふうな話でくるけど、あれはあの確定申告した後のさ、数字なんで、かなり必要経費さっき言ってるよねって話になってくる。あ、いいか。あんまこれ言い出すとね、脱税してるんですかって話になるんで、そうじゃないですか。節税をしてるだけなんですけど、あの、ちょっとこれ以上言うとちょっと、あの、ここら辺のところ放送できないといけないんで、あれなんですけど、いやほやでね、なんつうんですかね、そんな困る余地がないですよね。 あえて言うと、人の揉め事を、ね、変わって処理をしなきゃいけないってなると、やっぱりちょっとメンタルはちょっとしんどいところありますけどね、だから数をたくさんやるっていうのは結構難しいと思いますね。あんまりたくさんやるっていうのは難しい、もしそれで、えー、とそうですね、まあ、金儲けだけに徹するってなったら、無料相談っていうふうなことをね、ちょっとコマーシャーかなんか流すんですね。あまたちょっと 消されちゃうような話をするんですけど、あの、<laughs> それで、無料な、ちょっと流してですね。そうすると、あの、まあ、いろんな人相談来ますから。その中で、お金になりそうなものだけ、あ、これ以上言えない。あと全部お断りをし,してかつ、あの、決まったような案件ばっかり受ければ簡単なんですよね。縦開けって言って、建物開け渡し請求とか、交通事故しおけませんとかね。うん。で、そうやってしていくと、まあ、同じようなことだけやってんだったら、たくさんこなせます。まあ、 交通事故だけとかだったら、一月50件ぐらい行けるんですかねそ,うそうもそうもものすごいもうね、これ、こんなにちょっと事件がそもそも来ないと思うんですけど、来たらね、すごい、すごいお金儲けできるんでしょうね、多分ね、これね。あ、すいません、ちょっともう、あの、これぐらいとくんですけど、あの、皆さんちょっともっとね、純粋人助けをするんだってね、夢に燃えてる人がいっぱいいると思うんで、そこでこんな、あの、汚い大人の話をしてしまって、なんなんですけど、 まあそこら辺はね、だから私はよく言うのが、まあ、結局悪魔にちょっと魂売れば、ボロボケできますよっていうのが弁護士だってことですねで。私はちょっと悪魔に魂売るっていうのはできないんで、あの、ま、予備校の講師したりね、うっかりこう立候補したりですね、あの、しちゃうんですよね。 で困った人はいるとね、お金がやっぱりないって人多いから、すぐね、着信ゼロにしていいですよって言ってしまうんで、奥さんにいつも怒られてるんですけど、本当にあの、えへ、成功報酬でいいですとか言っちゃうんで、ちょっともうもっと自分の資格にね、誇りを持ちなさいなんて言うと怒られてるんですけどね。まあちょっとね、この前選挙落ちちゃったんでね、ちょっとこれから頑張りつくなんかもし選挙あの、まあそれちょっと置いといて、あの、 まあね、本当にあのね、生活困ったら別にちょっと悪魔に楽しめればいいってい話になってくるから、あのすいません、もう本当のあの汚い大人なんでもしかないいんですけども、困るわけがないんですよね。まあお医者さん、 に簡単仕事が見つかるわけけないけどねお医者さんはね、資格持っていれば、あのね、えー、インターネットちょくちょこって探せば、それこそあのね、えっ、ー、と、だから交通費支給1回あたり3万5万で健康診断とかですね、<laughs> あの、インフルエンザ予防接種とかすぐ見つかるから、あの、えー、地方のね、なんか老健施設でね、院長募集とかね、そういうの行けば、あのすぐ見つかるんで、あの、 お医者さんほど簡単に仕事に使うというわけにはやっぱいかないかなとうう思いますけどね。でもまあ、今言ったみたいに、あの本当に、えー、お医者さんで本当に儲うけをすると、開業っていうとね、ものすごいいっぱいだから借金しないと、機械とか検査機械で買えないですよね。でもわさ、別にコンピューターとプリンターだけでいけるからさ、今、コンピューターでファックスも全部できますからね。 うん、だからまあ、それがあれば、正直もう最低コンピューターとプリンスで、あの、何でも、あの、対応できるからさ、仕入れも何もいらないんで、うん、ね。えー、ですから、そういう意味では本当に最、結構なかなかやっぱり弁護士って最強だよねって思ったりします。だから、この中でね、もし、あの、司法書士目指そうかなと思ってる人ね、司法試験とかもね、 あとは、えっ、ー、と、なんか弁護士ってハードル高いから、私はちょっと司法書士ぐらいがという人いるんだけど、そんなこと言ったら司法書士の先生で失礼です。というか、司法書士権難しいですから。あの、私受かる自信がないですね。あ、また問題発言してしまったんですけど、あの、ね、私暗記が嫌いなんで、あの、正直ね、あの、多分本気出して、あの、 受からないと試験だとか言ったら多分受かると思うんだけど本、気本気出す気がしないんで、なぜならもっとこう私の特性があった司法試験とか予備試験という試験があるんで、あの、だからそんな司法書士試験ってなんて受ける気がしないんですよね。なんでかっていうと難しいのに得られるものがさ、限定免許でしょだから無試験、あんな難しい試験受けてるのにさ、まあ論文はないけどね、あれはね。うん。だけど、 あの、なのにさ、限定免許なんてなんでその、なんかも、その司法書士の先生かわいそうなんて思うし、同時に、あの、なんていうんですかね、えー、受験生の人もやめた方がいいんじゃないかなって思うんですよね。 多分、こうやってしてい、ね、て司法書受験生減ればね、あの、ライバル減るってい司法書士先生喜んでくれると思うので、あの、だいぶちょっと今失礼なこと言ってますけども、許してもらえるんじゃないかなって、だ多分んダメかな。多分もうね、またこう、怒られ、いろんなとこでこう、また悪口がか,かるかなと思うんですけど、うん、まあ。とにかくね、今から受験するんだったら、普通に予備試験の方がいいだろうなと思います。あともう一個、法科大学院に行って、まあ、いわゆる奇襲者ってことで、 法律の、まあ、奇襲者認定っていうのは各法科大学院がするので、その、えー、法科大学院に、あなたは法律をある程度勉強した、えー、素養がありますね。えー、基本的なもの身についてますねって認定してもらえば、2年間だけ法科大学院行って、その後に司法試験受験資格が得られますから、予備試験受けるか、えー、法科大学院行くかが今、ねえー、司法試験の受験をするための条件で、ということにはなっておりますね。 でこのうちの、えー、まあ、少なくとも、放課大学院に行って、司法試験受かるっていう風なルートは、もう間違いなく私は司法書士試験より簡単だと思います。はい。ただし、あ、そうか、じゃあみんな放課大学院行った方がいいっていう風になるのかもしれませんが、その分リスクは高い。あの、放課大学院は、あの、もう、はっきり言うと簡単に入れると思います。今の状況だったらね。うん。だけど、その分簡単に入れる分、その後の司法試験合格するだけの学力がつくかどうか分からないんだよね。うん。 私もね、あの、放課大学院で、こそっとね、あの、補修授業やってたことあるんですね。2年間ぐらい。で、そろそろ柴田先生がいるって宣伝しようかって宣伝をしてみたら、いきなり文科省から、当時は予備校の先生っていうだけで目に、あの目をつけられたんであの、予備校はダメですとか言われて、クビになったんですけど、あの、もうあっちでもこっちでも私いじめないんですよ。いじめられっ子だから。まあ、それちょっといいとして、また柴田先生一代金になっちゃうから、これぐらいにしとくんだけども、 まあ、とにかくですね、本当にあの、不,不合意な理由でいきなりこうクビになるってことがね、本当に私の人生でよくあるんですけどね。まあ、その、それで慣れてるんでね、まあ、そういう時にごとにね、なんとか復活をしてる気がするんですけど、まあ、とにかくですね、あの、放課大学に行ったことがあるんですけど、あの、その時の経験も10年以上前だから、えー、ね、もう、もうなんか時効だから言うけど、お前ら本当に昇進受験生なのかってぐらい、あの、遊んでますね。<laughs> あの、たい放課大学院自体が夏休み長すぎます。 なんだあの冬休みはっていうね、行ってる時間の方が少ないんじゃないかっていうぐらいだから、そんなんでさ、大した授業できるわけがないじゃないですか。結局自分で勉強しないとダメなんだよね。だけど、そこで、しかもさ、法科大学院で教えてることって、司法試験の受験対策、きっちりやってくれるコス,コスパいい法科大学院もありますけど、やっぱりそもそもそ教える側が司法試験勝ってなかったりしますから、予備試験勝ってなかったりしますから、教えられないですよね、本当ね。うん。 千葉先生も現行司法、ええー、ね、予備資格がってないんじゃないですかって言われるかもしれませんけど、申し訳ないけど、俺の受けた時の司法試験の方がずっと予備試験より難しいから、ね。一発合格すると20人ぐらいしかいなかったんだから、ね。うん。今の司法試験なんてさ、ね、あの、もう一発合格が半分以上でしょ予備試験だって一発合格もっといますよ。合格率だって、ね、私の時3%とかあったんだけど、今の予備試験多少ないけど4%か5%ぐらいあるじゃないですか。 一応私、司法試験一発で受かってんだから、うう当時の難しい司法試験ね、まぐれあたりだと思いますけど、<laughs> はい。で、別に放送として要求性能力は同じなんで、あと司法収集もちゃんと全有で出ましたからね、うん。で、その司法収集で学ぶっていうようなことが、結局は今の司法試験で一部出るぐらいだから、収集例ごとがずっと高度だからね。 あ7時間の試験時間の、えー、試験を5日間もやるんだからね。その最後の、えー、司法修習最後の試験ね。私が全有だったやつね。うん。ん司法試験よりね、そっちも難しいに決まってるじゃないですか。合格率は9ン8%ぐらいがありますけどね。そうやってね。うん、あ、でもその中でもかなり上位だと思います。全有だから私ね。うん。まあ、えー、前のね、この前のガイダンスと合わせて聞くと非常に面白いんだけどね。あの、その最後の試験以外はもう、 とんでもない点差だったっていうようなことも喋ってるんだけど、前の階段するときにはね、最後の最後に合格のために必要な秘訣っていうものを教えてもらったら、それですぐにね、点が取れたっていうのがあったんですけど、それぐらい型はきちんと守らないと、いくら知識とか、えー、いろんなね、ものがあっても、えー、決まったルール守らないとめちゃめちゃになりますよっていうふうな話なんだけどね。すみません。話がもうこれだけ20分経ってしまってるんで、まあ、とにかくね、えっ、ー、と、ちょっと話まとめましょう。 えっと、今の司法試験、まず司法試験に受かって弁護士、検察官、裁判官になるおすすめって話をしたよね。これは、まあ、食いっぱぐれはない、えー。何でもできるというふうなことですよね。で、かつ、しかも司法書試験よりも、私は司法書に受かる方が簡単と思います。予備試験はちょっと微妙ですけど、司法試験は少なくとも司法書試験より簡単だと思います。 放課大学生で受かるんだからね。すいません、放課大学院生でごめんなさい。本当にこれ聞いてる人、本当に申し訳ないんですけど、でもさ、放課大学院生でもさ、行政書試験にコロコロ落ちてるんだもん。の、それに聞いてるとさ、ちょっとあの、もうちょっとちゃんと勉強しろよっていう風な人も、全部の放課大学院生に言ってんじゃないからね、これはね。そういう人も結構いますよねって話なんだから、ね。うーん。 そういうわけでね、いや、俺は業種心一発受かってますよとかね、そういう方はちょっと本当に申し訳ないんだけど、そういう人がいっぱいいることは事実なんでね。で、実際、法科大学院生の合格率って高くないじゃん、司法試験についてはね。うん。で予備試験ってさやったら9割ぐらいそのまま受かってるじゃんね、予備、司法試験にね。で、予備試験は合格率が今言ったみに5%ぐらいで非常難しいかなんですけどね。で、なんで難しくなっちゃうかっていうのは、まあ結局法科大学院行かなくていいっていうのが、 すみません。また法科大学の悪口言います。法科大学院は抱き合わせ商法ですよね。<laughs> もう取りたい講義だけ通るとかできないでしょレックリすら一応高いけど取りたい講義だけ取れるはずなんだったけども、<laughs> だけど法科大学院であの先生とこの先生の授業がいいから、その先生の授業しか受けませんとかいうことできないじゃないですか。授業料払いますって言っても、あの、ね。 しかつ、ちょっとこの先生の後期はどうも時間の無駄なんじゃないかっていう風な先生でも取らないと単位もらえなくて卒業できなかったりするじゃないですか。ね。だから私は抱き合わせ商法だって言うんですよね。それをね。あまた敵を作ってき本当ごと言うと怒られますからね。なんか喋っては喋っても、なんか選挙に落ちたのがね、あやっぱり仕方ないかなって言わせてきましたね。なんかね。なんか当たり前なこんなんじゃね。うん。ちょっとおいといって。嘘はつけないんだ。またもう、<laughs> ね。あれうん まあ、あの、そういうわけで、えー、本当にさ、えー、柔軟性がないって私言ってんだけどね、法科大学院ね、授業料も決まってるしさ、決まっ向こうの決められたルールに全部合わせていかないとさ、あの、卒業すらできないし、だから結構無駄なことを強いられるよねっていうね、しかもその、まあ、奨学金とかそういうものがあるとはいえ、そうかなりのね、えー、授業料も使わなきゃいけませんからね。 で、実際さ、あの、そういった放課略言ってても、予備校にかなりお金払って受験準備しないと使用心がらないから、結局予備校に金突っ込むようになるんですよね。うん。あの、ええー、とね、やっぱりどんな頭のいい人でも、さっき私が言ってたみたいに型をちゃんと学ぶとか、実際その型通りに顔を動かすっていうに、ね、訓練をしないと合格す力つかないからね。 で、また後で詳しくお話ししますけど、予備校っていうのは大きく2つの役割があって、1つは法科大学院に説明しないような、法科大学院はいきなり法学を大学院レベルで教えますからね。大学レベル、大学院レベルで教えるんで、それより前の中、小、中、高レベルの部分がスパーッと抜けてますから、そこをきっちり予備校でやるということですね。あともう1個は、本当の司法試験の問題に対応できる力をつけるっていうふうな場を提供するということですよね。 この二つが予備校が提供することで、法科大学院では提供が難しい。一部の法科大学院にはやってくれてるかもしれないけどね。一つ橋とか結構やってるかもしれない。ね。東大は一切やってない。ね。東大コスパ悪いから行かない方がいいです。あそこは真似、えっ、ー、と、真似論点じゃ、あの、学歴論点するとこですから、あそこはね。<laughs> はい。受かるだけでいい、あそこは。っていうことですよね。まあ、それでもやっぱりそういうなんか、ね、そういう、まあいいや、やりめとくとこ、また出来上がてしまうんで、あの、行く価値がない大学だと私は思ってますから、あの、 まあよかったな、俺も。一応東大ですからね。で、出てないの言ったら、あいつもあんたがあんなね、なんかその、えー、ひ、がみだひがみだって言っちゃうからさ。うん。で、あ一応選挙落ちたとえ、まあそれなりにさ、これまで金儲けてきたから、俺すぐさ、ベンツとか BM なんて金の無駄だよねって言うんだけどさ、それなりにお金儲けしてこなかったら、やっぱひがみだひがみだ絶対言われますからね。 なんかそういう意味では、本当私もね、それなりにね、貯金してきてさ、あとは、あの、本当に学歴もあって、何か言っても、ひがみだ、ひがみだって言われたら、それはちょっと良かったなっていうふうに思っているんだけどね。うん。動物橋とかはね、本当とか、とにかく慶応とかは、本当慶応はね、ほとんどすごい割り切りがよくてね、本当やっぱり早稲田とかに比べると、早稲田真面目だなと思うんだけどね、慶応はやっぱスマートだなって、やっぱりなんとなく思いますよね、なんかね。 うん、俺は慶応生にはなれないなって思ってたんけどね、ちょっとスマートじゃないからね、私は。ょっと、また忘れらせよて、だいぶ敵に回しかもしれませんが今ね。はい。<laughs> え、っと、まあ、ちょっと何言ってるか分かんなくなってね、来たんですけど、とにかく、あの、法科大学院は、あの、結局受験準備あんましてくれないから、結局予備校行かなきゃいけなくなるから、法科大学院行くとね。だったら、普通に予備校来てさ、そんで予備試験受けて、予備試験受かったら、まず使用試験受かりますから。 だから結しかも予備試験、その方、お金が節約できるし、自分のさ、あのね、えー、通信でもどこでもね、授業受けられるわけですから、決まったキャンパス行かなくていいんだからさ、予備校だったらね。まあ私、通学をお勧め結構はするんだけどっていうと、今、こう、名古屋だから、名古屋通学できる人は少ないんで、またこれ自分の首も絞めてるんですけどね。いや、東京だったらね、もっと受講生さんいるんじゃないかなと思いながらですね、あの、 まあ名古屋だからね。あの、まあ、やっぱりなかなかやっぱり人工費っていう意味でね、難しいかなっていうふうに思うんですけども。まあでもね、それはこの画面の向こうのあなたがね、いますから、私は、あの、ほんと見えませんけども、それちょっと置いといて、とにかくね、あの、やっぱり通学の方が、あの、勉強する習慣がつきますから、勉強する習慣ってなかなかつかないんですよ。楽しいわけないから、勉強なんてね。え、あの、どんな楽しいことでもね、仕事になったり、え、ノルマが発生すると途端につまらなくなるからね。 映画を見るとかでもね、多分毎日何本ノルマン見てくださいとか、仕事の絶対行くつまらないからね。何事もノルマンが発生すると絶対大変なんですね、えー。いろんなものに置き換えてみれば、毎日必ずこんだけしなきゃいゃないっていうのと、大抵のがつまらないはずです、ねはい。ご飯食べることぐらいですかね。食べないと死にますからね、ご飯はね。水飲んでご飯食べることはと、寝ることは、まあ,あの、どんだけやっても飽きないと思いますけどね。あとは、でも一日寝てたら一日食ってたらやっぱり大変ですよね。 何事も限度があるし、ノルマっていうのはやっぱきついですよね。まあ、それはちょっとそういうことで、えー、ただそのための逆にある程度習慣づけて自然と彼動くってすると、まあ、ある程度嫌なことが耐えれるようになりますからってことで、そうするとやっぱり自由にいつでも聞けるってうよりは、あの、やっぱり教室に来て授業を聞いた方がいいのかなと思いますね。かつ他の受験仲間がいた方が、ね、えー、休むと、あ、あいつ消えたなとかね、<laughs> 思わなくて済むっていうね。あの、本 <laughs> 当。 ね。あの、受講者少ない人、私が思いますから、あの人消えたとか言ってね、あの思いますから、<laughs> あの、そういうふうなことが思前て嫌だから頑張ってくるとかね。それぐらいはちょっとプライド持たないと、さすがにちょっと司法試験の勉強続けられないんで、それはちょっとぜひ頑張ってほしいななんて思うんですけども、そういう意味ではやっぱり通学がおすすめですね。 うん、まあ、本当に受かる人、何やっててもね、あの、鉄の医師でね、授業とか聞いて、もう私そんな鉄医師ないから、本当に、えー、自分は当時は渋谷の授業を聞いててさ、本当に他の、えー、受講生さんで、上級生が何人もいたんで、そうじゃなかったら多分途中で行かなくなってたっていうか、実際行かなくなったからね、俺ね、本当ね。<laughs> うん、論文とか卓一、論文の講座とかほぼ全部行ってないですからね。うん。よくそうやって論文一発受かったなと思うんですけど、うん。 まあ、あの、本当に、えー、ね、まあ、いろいろそういう話は、またどっかでね、授業を受ける中でお話できるかなと思いますけどね。まあ、とにかく、ただ、あの、ま、でも毎回こえとは限らないじゃんね。だけど、予備校だったら、その、来れなかった1回とか2回もフォローできるから、やっぱり、二度と聞く機会がないって、ちょっときついと思うんですよね、それね。やっぱり1回、2回とか、何回かね、聞けなかったっていう時にも、フォローないと、やっぱきついかなと思いますからね。 あ、そうだ、思い出した、一個。私ね、えー、っとですね、司法試験の入門講座の最初から2回目休んだんですよ、いきなりね。理由は、なんかその時に、なんかあの、うちの大、私が行ってた大学だと、上級生の人が下級生の人をお世話してくれて、合宿に連れてってくれて、大学のいろんな式体を教えてくれるっていう習慣があるんですけど、それで休んだんですよね。そこで法人っていうのをやったんですけど、そしたら法人が苦手になった。 で、苦手なその法人っていうのがいきなり論文式試験出て驚いたってことありましたからね。受かったが良かったんだけど、まあ、あと法人はみんな苦手っていうのもあるんで、みんなが驚いたっていうね、出て。しかも2年連続とかでなんか出たんかな。それですごいもう、もう今だと、その商法会社を出しとけよって話になるから、なんで民法で法人出すんだよって話になってくるんで、よく受かったよなっていうふうにね、まあ誰もできなかったから差がつかなかったかもしれないんですけどね。 本当にね、その苦手で知らねえよ、これなんだこれっていうふうな、ようなのが出たりしたんだけど、そこ苦手だった原因の一つが、まあ、やっぱりあんまり出ないからってもそうだし、授業も聞いてないっていうのもあったと思うんだよね。やっぱり聞かないことでそこは苦手になるってことはあるとは思います。やっぱりね。だからやっぱりなるべく全部聞いた方がいいなろうなっていうふうに思いますから、全部わかんなくていいんですよ。6割は彼いいからね。聞いたことがあるっていう程度でいいからね。それね。すいません、もう1ページ目が全然前に進まないんですけど、<laughs> あの <laughs>、 そういうわけで、えー、っとです予備試験なり、法科大学院では、予備試験の方がリスクコントロールができるっていうふうなことでね。あと、そうだ、もう大切なのが、予備試験っていうのは受かれば司法試験受かるじゃんね。私は、あの、司法試験に受かるまで受けさせてくれないっていうのは、その方が幸せだと思います。これ毎回言います。甘い夢を見せられて、後から奈落にとこに突き落とされるよりも、あの、最初に厳しくやっる方が絶対いいと思いますよ。 お金使ったり、時間使ったりして、どうしようもなくなってから、あの、えー、じゃなくて、予備試験に受からないとか、いうふうに事実を突きつけられて、今のままでは司法して受からないってこと、ガーンと分かってもらった方が絶対いいですからね。もちろんね、あの、予備試験合格者っていうのは、えー、能力高いっていうふうにも見てもらいやすいから、その後もね、やっぱり弁護事務所に行きたいとか就職もしやすいっていうのはあるかもしれないしね。そういう意味で、やっぱり予備試験の方がいろんな意味で、一見、あの、大変ですけどね、先に、 大変なことやっとけば、後が楽だし、リスクコントロールできるっていう意味で、まあ、やっぱり予備試験おすすめだよね、みたいな話ですね。まあ、例外は大学生の方で、あのー、まあ、おか、お父さんお金持ちとかね、<laughs> そういう方は、予備試験と放課に両方を目指して、放課歴行きながら予備試験受けたっていいわけだから、そういう恵まれたね、あの、ね、令和貴族みたいな方は、ぜひですね、両方やってもらうといいのかなと思います。それでも予備試験は受けた方がいいんだけどね。うん あの、やっぱりね、自分がいかにできないかっていうようなことをね、面白さえた方が、人間謙虚になってしっかり勉強するからね、えー。私もね、あの、本当にいろんな意味で失敗すると、その旅ごとに自分が成長する気がするからね。何を失敗したかもう、もう、つくでいろいろね、いろんなスパータンしてるんですけどね。それありますよね。 ついでにこの流れでもう一個お話しとくと、実は私ね、もう時間なくなってからではいけないんで先をお話しとくけど、予備試験を受けるって人は皆さんに行政書資試験を受けることをお勧めしてます。理由は、あの、私予備試験で受か、受けて受からないことで司法試験に、が受かるしかないことが分かるってことは幸せだったんでしたけど、行政書資に受けて受かんなかったら予備試験受かるわけがないんですよね。民法で言うと大体、えー、卓一式試験だけみたいな感じですから、ちょっと記述ありますけど、 です。で、その卓一式試験が、まあ、あの、予備試験比べて、行政試験は難易度、私は8割ぐらいの難易度だと思ってます。結構難しいんですよ。だから、法科大法院生でも結構行政書試験コロコロ落ちますからね。行政法は、行政書士の方がより細かい知識が聞かれますから、多少難しいところありますが、そのことを知っておいた方が、論文式試験とか有利になりますから、なんかよくわかんなくて抽象的なままになっちゃうんですよね。司法試験とか、予備試験に対応するためだけの行政法をやってるとね。 だから私もね、これは良かったのか悪かったかもしんないけど、宅検と行政書試験受けたおかげで、行政事件を受けるっていうふうなことが平気になりました。うっかり行政事件をたくさん受けちゃったから、うっかり魔が差して立候補しちゃったんですけど、<laughs> ね、俺でもできそうだったってね、っていうか、ちょっとこんな悪い奴は絶対許せねえと思っちゃったんで、深み入っちゃってね。多分ね、だから宅検と行政書受けなかったら、あの、俺、私立候補しちゃったんじゃないかなって思うは、実は今ね、無理ですよ、とかってね。 なってたかなと思ってるんですけど、うっかり深みはまっちゃったんだけど、ただすごくね、あの物事、その特に行政試験や卓球やったおかげで、司法試験の問題も簡単、より簡単なものになりましたからね。行政法の試験ね。本当に全然難しくないですよね。でも、法予備試験の対策だけしてたらこれはやっぱりどっか抽象的だよね。イメージ湧きにくいよねって思ってましたからね。それまさか実務でね、やるとは思わなかったですよね、本当にね。実際自分で、ね、あの、ね、行政処分とかやっちゃってたわけですからね。 橋を押とバーンと来ちゃうわけで私の名前でね。行政処分のこれ、もう典型的なものなんですけどね、いきなりね。滞納処分、バーンってやっちゃうわけでね。うん別に私が行って、本当にこう、なんか紙貼るのかじゃあするわけじゃないんですが、はい。まあ、とにかくね、えー、っとですね、あの行政処置試験は受けることはすごくお勧すすめします。しかもそれ受かっておくと自信になるし、 予備試験を受かんなくて諦める子だってもう少なくとも行政試験を開業できるっていう保険にもなりますからねどこを切っても絶対行政試験受けといた方がいいんですよ無駄はほとんどない一般知識だけです無駄なのはあれは無駄あまた敵を作ってしまう <laughs> あのえっ、ー、とあれはある方が言ってました一般的に何位知識が聞かるあれは一般知識はと言ってましてねただあれやらないとちょっと行政試験受からないであれだけはちょっとまあ 心残りで、あれなくしてくれるとね、非常に皆さんにね、予備試験あのなんかプレ予備試験ってことでもう強くお勧めして、全員に受けろって強制したいんだけどね、うん、まあれも公務員式試験のなんか時事問題のね、本とか買ってやればね、えー、まあ、皆さん自身のいろんな能力とか、普段新聞動画読んでるかによるのかもしれませんけど、まあ、そういうのをパッとやればさ、ある程度対策はできるんで、まあ、えーね、まあ、一般教諭つけてね、 一般的でないと、私が教養がないから思ってるだけかもしれませんから、あの本当に素晴らしいこう教養が使われませんので、それだけ多少ちょっと一週間かちょっと時間で、ね、少し割いてもらうなりね、何しろちょっとずつ電車の中で読んでもらうとかした方がいいかもしれない。それだけちょっと我慢しまわなきゃいけないんだけど、な、ま、ん、あ、だったらそれうう我慢したくないんだったら、あの一般知識落ちたらそれ落ちたことにカウントしないっていうマイルールを作ってしまってもね、一つの方法なんだけどね。 それで他の民法とかで8割とか取れてればまあいいやっていうふうにね。私は9割取ってほしいと思ってるんだけどね。予備試験目指すんだったらね。うん。一応私はね、200、300点満点で270点超えてましたから、2回ね。無弁で受けて。あ、一般知識は勉強したけどね。ね 今受けたらさすがにそこまでいかないかな。でもそれはね、ネットにね、受験したその10分後にツイ,ツイートしましたからね私ね。今でもツイート見れるはずだから、受験後10分後の時間とかで、私はこれにマークしましたって言ってツイートしましたから、当時ね。正解ではありません。私がマークしたものですって言って、ね、ツイートしましたからね。うん。そういうのもね、昔やってましたね。ええ。 本当にね、あの自分の体を使って突撃するのは得意なんですよね。だから自転車片付けるとかね、あのこうえー、草刈りとかの自分でしちゃうんですけど、蝶々でもね、っていうやつですよね。すいません。というわけで、えっ、ー、と、予備試験を受けるといろいろメリットがあるってことは分かっていただけたと思いますし、あの、唯一の、まあ、メデメリットっていうかどうか分かんないんだけど、まあ、それはもちゃくちゃ難しいってことなんだけど、その分ね、そのメリット、それがあるから得られるメリットも大きいですから、いろいろね。 で、かつその予備試験対策っていう意味で、ちょっとついででじゃなくて、ぜひ真剣に検討してほしいのが、行政書試験受験を検討してほしいということですよね。あの、本当にね、一般知識を除くと、ね、単文書くっていうのは論文のれ簡単な練習にもなるわけですし、ね、ちょっとこれは無理が少し、論文の度に比べると、 ちょっと違った難しさがあるんでね、すいません、私もね、論あのえー、行政書試験のね、じゃあ30点も落としたらどこですかっていう記述でちゃ多少落としてるんで、あの採点期に納得いってないんだけど、私はね、まあ言っても、それは採点者のが神様だから、採点者に合わせなきゃいけないんで、いくら文句言っても仕方がないんで、採点試験しても点は上がりませんから、それは謙虚にね、あのこちらはね、俺の方ができるはずだとから言ってちゃいけないんで、あのそれは、ね、あのできそんなわけないんだよ、私ね。 うんなんでとかはね、おかしくねって <laughs> ね言っちゃいけないんですけど。まあ、あの、ちょっとね、論文とね、そこら辺は違うところ、コツが違うとかあるよなっていうふうに思う。だからちょっとやっぱり行政趣旨の記述対策、俺受けた方がいいのかなっていうね、280ってもだったらっていうふうには思うんですけどね。まあ、目指してないんだけどね、その前にもっと違う式受けた方がいいかなと思ってるんで。 というわけで、ちょっと今お話したことが、レジュメにも大体ね、まとめてあるよね。予備試験を買っとくと、9割以上司法試験を買りますよ、一発でってことですね。あ、そら、これ言ってないね。予備試験、これ、小学生も誰にも受けます、れますから、ね。ただ、あの、小学生で司法試験を買っても、弁護士登録するには、一応、成人になるまで待たなきゃいけないんで、それは無理ですよ。中学生、あの、名探でナンみたいな無理ですから、まあ、この弁護士じゃないですけど、あのそれは無理なんで、 ただね、ね正直もう中卒でもいいぐらいじゃないですかね。それでメッシが欲しく買ってればね、もう高校も大学を行かなくていいっていうね。なんだったらもうね、あの、飛び級とか言って、あの、アメリカかどっか大学行っちゃうんですよ。ついでにね、それでね、そんだけ頭良ければね。アメリカ留学しちゃうっていうね、もうね。君たちはまだ日本の高校とか行ってるのかいとか言いながらね。いや、かなり嫌な、嫌な、<laughs> 言ったんですけどね。はい。 あと、早く放送になれれば、当然、障害年収も増えますから、1年ね、放送になれれば、それは2000万ぐらいね、障害年収変わってくんじゃないのやっぱね。うん。あと、法科大学に進学確して、費用負担少なく、かつ、自分でスケジュール変えて、夜でもね、夜間開学とかあんまないですよね。夜中に授業やってくるとはない、あり得ないですから、でも夜中でも勉強できますからね。えー、それこそ、主英さんしながらで勉強できるわけですよね。うん。勉強時間のスケジュール管理は完全に自分でできると。 予備校に通うってなると、まあ、スケジュール管理がそこに合わせてもらわなきゃいけないんだけど、それくらいのことはした方がいいと思います。そうしないと自堕落になっちゃうからってことですよねって話ですね。次に、えーっとですね、予備試験の概要というふうなことで、まあ、担当論文講述、担当論文口述ってありまして、講述は論文合格者の方の9割が合格しますから、大体いい論文買ったら、えーっと、ほぼ合格です。 ただ、私が受験生の時は、実は予備試験、ほとんど司法試験と同じなんですよね。私が受験生の頃のね。うん。ただね、口述が私の頃は、ワンモアチャンスっていうことで、一回落ちてもう一回受けれたんですけど、あの、今は落ちたら最初の択一からやり直しです。だから逆に言うと、あの、論文に落ちても、択一かってれば次から論文で受けれるんですかってよく聞かれるんですけど、それは無理です。科目合格とか、あと、えー、そういうのはありません。えー、担当式試験は、 足切りだから、はっきり言うと。うん。あの、毎、だから論文ってさ、採点できる数決まってるんで、えー、その採点可能人数まで減らすための足切りですから、卓越式試験に1回受かったらもう受けなくていいってことはありえないです。そうしないと採点できなくなるから、実際採点者のできる人がすごく決まっあの、ね、学者のと、えー、っと、だから司法研修所の教官やるんで、ね。 そんなもんあの、そんな人がさ、そんなにものすごいたくさんいるわけがないんで、確保できない、採点者は確保できないから、ね。研修上、教科ね、大変なんですよね。司法試験の採点もしなきゃいけない。あとは、司法試験を受かった人の次のその、えー、もう一回二回目の試験もって言って、二回試験っていうのあるんだけど、私が全員取ったってやつですよね。その二回試験の採点もしなきゃいけないんで、でまた全部手書きだからね、その論文が。 多分私の字とか読めなく、ほんどうやって読んだんだろう、まあ、よ言うってこと読めたんだろうなと思うんですけど、本当申し訳ないなと思いながらね、本当に、ね、全部コンピューターにもしてくれよとか思ったんですよね。うん。手書きなんて実務になったかありえないから、うん。あの裁判所から怒られると思うんですよ、ね。手書きっていうか、あの,わえあのえ、ワードかなんかで入力してくださいよって言われちゃう恐れがありますからね。事務員さん入力してもらってくださいってれ恐れがあるからね。うん。 まあ別に受かってから練習したらいいと思いますけどね。まあすみません。とにかく、あの、ですから担当と論文に受かるってことが大切だってことです。急、まあ、あのね、まあ一回論文かれば、次また担当論文に受かるってことはそんなに難しくないんで、うん。論文かる人っていうのは結構下脱した感があるんで、あの、何べるんります確いも論文もね。 あのね、私もね、合格したのがそれこそ23歳の時だから、それこそ27年前だけど、それでも別にね、例えば行政書試験だけど、270点とか何も勉強しても通るわけだから、一般教養でそうか、そうは一般教養も結構間違えてるんだよな。だからそれ何,何で俺落としたんだっけなと思ったら、<laughs> そうだそうだそう、いやいや、自分、それはいいと思うんですけど、一般知識ね。うん 今ね、本当司法試験はね、一般知識とか一般教育昔あったんだけど、なくなったから本当良よかったよね。うん。まあ、より私向きになったけどね。<laughs> 私はちょっと予備試験は受けるつもりないんで、それぐらいやったらもっと違う受験ちょっとしたいのがあるんでね。まあ、とにかく、あの、択一論文かることは大切ですね。その上で勉強の方針後もお話したいと思います。えっ、ー、とですね。えー、この業界の 教える先生は論文重視の先生が私はどっちかって多い気がします。っていうか私も自分が,が司法試験を講師の時は、旧司法試験があった時は論文重視で教えてました。というのは旧司法試験っていうのが確か平成16年ぐらい前あったんだっけ ?17 年、18年ぐらい前だったからそのぐらい前あったんですけど、すいません忘れちゃって、えー。自分生きててもの講師もやってるんですけど、その時の担当式試験っていうのが、 本当にあの、なんか、数的処理っていうね、なんかあの、こう、あの、パズルを解かせるものを、方角の知識を使って、パズルを解かせるみたいな問題だったんですよね。そういうのの、あの、あんまり賢くない人でも、なんとか正解にたどり着ける方法っていうのを私教えたんですけど、当時ね。だけど、こんなのってね、放送の能力と関係、あんまり関係ないし、論文書ければ別にいいんだから、だから、 白一なんかギリギリ通ればいいですからって平成16年17年まで確かに私も言ってたんですよ。で、論文はやっぱりそれ通るっていうのはもう、あの、紙扱いだから、ね、通るとね、今はそんな難しいないけど、昔はやっぱり使用品難しかったから、論文通るっていうともう本当に、ね、もう、あのな、なんて言うんですかね、こう、天井人扱いっていか,かよくわかんないですけど、ね。ですからそれに受からせるっていうようなことにどうしても講師は力を入れるんですよね。 今も確かに論文受からないと、あのそれは使用者に向かってならないんですが、まず今の担当式試験っていうのは、そんな変な問題なくて、素直に知識を聞くような問題になっています。だから、卓越式試験をしっかりやると、論文に書くため必要な知識がすごく正確に身につくんですよね。で正直ね、卓越で9割ぐらい取るしかつかないと論文受からないです。で、えー、だから結局、卓越にただ受かるだけじゃダメなのね。 9割取らなくても受かりますけど、それだと論文からないんで、で今はもう、択一と論文で要求される力が近くなってるから、だから結局、論文から人はたら択一は9割ぐらい取るんですよ。だから、もう初めから択一で9割取るぐらい勉強した方がいいの、間違いなく。しかもそれは基本的知識を正確に見つけるという勉強に過ぎないので、まあ、それが大変なんだけどね、7科目あるし、量が多いからね。 全然簡単じゃないんですよ。基本的知識を正確に身につけるっていうのはものすごい大変なんですよ。それをしかも9割、過去問10年間分をね、どんな順番でいつ書いても時計にするんですよ。だから簡単だって言うつもりは全くないし、めちゃくちゃ大変ですけど、だからこそそれをやれば論文も受かるような力つくんです。すぐね、論文に受かろうっていうとさ、文章を確かに書けなきゃダメなんし、そういうふうなことを書くってことをいきなりやるんだけど、あのね、えー、基本的な知識が何にもないのに、それを応用しようとして無駄です。はっきり言って。 すませんただ、無駄なことを無理やりやってたんですよ、私はね。あのただ、お勧めしません。それはね、あのいきなりこう、なんか、微分、積分化やれっていうね、中学校レベルの数学できてないのに、一つ同じだから、私はそれ、ものすごい苦労したんでね。うん。で、択一をさ、最近、しかも昔、3科目しかなかったんですよ。だから余計論文の勉強した方がよかったんだけど、今は7科目全部あるから、ね。 本当に苦労したんですよ、私、論文でね。うん。だけど、卓一、これはいいって思いましたもん。前科も分かるじゃん。で、これやれば正確に自身につくよねってね。それやった後、論文が簡単に重いんですよ、本当にね。うん。だから、今の勉強法はね、論文でエレガントな、なんか上位合格するような授業をする先生が、どうしてもね、この業界の講習っていうのは、私も含めて勉強オタク多いですから、も私はもう下脱したんだけどね、いろんな経験をしてね。 だけど、昔は私もね、もう、あの、自白します。本当に論文をね、こうなんか一桁に受からせるっていうね、どんな問題もエレガントに解くっていうようなことをすごい研究したんですけど、ね、すごい公式とかも開発して、もちろんそれもまた論文の講座だったらお話しますけどね、別に隠す人ないんで、やるけどさ、うん。まあ、正直ね、今他の先生をやっても全部私も真似ですから、大きなこと言いましたね。<laughs> あの、これはね、言えるよ。結局は、 まあ、あの、私としては自分とでもうこれ以上探求する必要ないよねっていう研究し尽くしてるんで、うん。だからまあ、それ以上のことって言ってもまあ、できもう研究必要ないよねっていうふうに思ってるんですね。勉強法も論文の書き方もね。ただ今はそこは重要じゃないし、で、ほとんどの人って論文に書,書かしてもらえないんで、ご、ね。まず、択一館内で論文書かしてもらえないんだから、だから択一式試験に合格する勉強するのは当たり前なんですよね、これね。 しかも、まあ、今言ったみたいに、そうするとより論文の合格率が上がるっていうことを言えるんで、あと最後にもう一個言うと、論文の勉強って自分だけで勉強って大変じゃないですか。ね。あの、書きました。採点は誰がしてもらえるんですかっていうね。かなり虚しいですね。書きました。よく書けたなって自分でついてるだけではね。かなり虚しいよね。うん。だけどさ、択一だったら自分で勉強できますよね。うん。これがでかいんですよね。うん。 もちろん、あの、金がかからないですよね、択一の勉強だけだったらね。うん。まあ、だからといってね、あの、本当自分だけで択一の勉強を100%やるっていうと、それそれしんどいんで、なんとか私が補助輪みたいに択一の問題解くのを皆さん練習してもらう。私と一緒に択一問題全部解きなりましょうみたいな講座もどっかしたいと思ってるんですけどね。この択一の重要性っていうのがね、ちょっとなんか、受験生も講師もちょっとなんかね、昔は確かに重要じゃなかったんですよ。でも今はもう間違いないんで重要だってことがね。 で、それが、まあ、受かるような力、ある程度ある人の、少数の人で、まあ、論文のね、こう、なんか、極意みたいなことを、少人数で見やりゃいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、私はね。まあ、あの、まあ、とにかくね、えー、論文のをやっていいんですよ、もちろんね。で、やるんだったら、書いても、まあ、ちょっとね、採点しまないと意味がないですから、論文の問題集読むとか、 あとは、今でも論章集ってね、えー、あるんだと、ないんだったら、ちょっと今度作って配りたいと思ってるんですけども、それで、えー、論文、いきなりこうね、原稿紙3、4枚とか、その倍ぐらい8枚とかいきなり書くの大変だからさ、もっと簡単な原稿紙1枚程度の文章から書けるようになることか、練習者多い,いんで、それすらみんなきついと思うんで、最初はそれこそ200字ぐらいから書くっていうふうな練習した方がいいと思うんだよね。で、そういうものの分類集があるんですよ。ね。 でそれを丸暗記数はやめましょうとかね。<laughs> あの、これを覚えて、えー、なんかそれをなんか答案に貼り付けるだけっていうふうなじゅ勉強が当時流行ったことがあって、まあそれは別に決してお勧めしないんだけど、あの、消耗のね、短い論文に対して答えを書くっていう練習はした方がいいと思うんで、ね。そのための回答集っていうものがあるのねで。これを読んで勉強するってなると、やっぱり卓越とは違った関係で文体を超えられますし、あとはより理解が深まるってことがあると思うんで、 説明って長けい分かりやすいってもんじゃないからね、うん。自分の講義の今弱点を言ったんですけどね、長けい分かりやすいもんじゃないっていうね、ぐさっと自分で思ってるんですけど、あの短く簡潔の方が分かりやすいこともありますから、そういう意味で論集を読むと、意外なね、あそういうことだったんだから、なんで柴田さんあんなくどくどとブーメランいて説明したんだろうってことがスパッとこう説明したりするんで、まあ、それ書いてるの私だったりするときもあるんだどね、それね。 いや先生、あんな無駄な話しなくて、これだけ説明してもいいじゃないかっていう風にね、言われるようなことも書いてたりすることありますが、そういういろんな説明し方聞いた方が理解も済むからね、そういう意味で文例集読むのはありです。論証集と文例集みたいなものはね。だけど、その前に択一合格の力を、まずは9割とは言わないからさ、8割ぐらい解ける人が先だよねって思うし、飽きてきたらちょっと論文の勉強をね、な,なんか不安だからっていう時に、その不安を紛らわせるために文章集読むのはありだけど、 無理に答案書くとか必要はないんだろうな、ってしますね。うん。あ、でも、あれか。講座に付随した、確か、あの、えっ、ー、と、論文、基礎力、完成通りとかあるから、あちょっとこうやって言うと、ちょっと、レックに裏切り行こうになっちゃうから、あれは受けてください。あ、すいません。あの、<laughs> えっと、あれはその、一応ですね、長い文章を書くための、その、型を覚えたためのものなんでね。 型やらないと、ね、私、ね、あの、最低評価いいばっか取ってたのが、突然言うなったっていうのは型を守ってないためなんで、その型を学ぶためのものなんで、あれはね。あれはあり意味があるかなと思うんですけど、ただ、あんまりたくさん、やみくもに論文の通り抜けても仕方がないんで、っていう風なことですよね。はい、ちょっとあのね、こあの消されるとき、レックに消されるときはい今ちょっとフォローしたんですけど、っていう話ですね、これね。はい。えっと、 いや、ギリギリ人生歩んでるな。やっぱりちょっと、畳上で私ね、死ねそうにないですね。<laughs> はい。<laughs> えっと、というわけで、今お話しいたことが次の2ページ目なんかにもね、書いてあってね。S 式予備試験絶対合格カリキュラムってことで、まあ、とにかく、あの、卓越式試験の対策を重点に置く。で飽きてきたら、まあ、ちょっと論文の勉強として論証集的な単文集みたいなものをね、えー、っと、最悪ね、私のホームページね、置いて、 落ちてますから、それ古い、ちょっとデータ古いんだけどね、別にあの、民法とか全然法改正倒してないんですけど、まあ、あの、別に刑法とか、あの、憲法とかはもの役に立つと思うんで、そういうの見てもらえばいいと思うんですけど、ね、ただで読めます、最悪ね。ちょっと今、そういう教材がどうなってるのか、ちょっと、あのね、ちょっと浦島太郎状態少しなってるんだけども、最悪、最低限のものは私のホームページに落ちてますからね。えっ、ー、と、その上で、えっ、ー、と、択一試験と論文の勉強ちょっとやるっていうのが、 当面の勉強スケジュールだよねって話をしたよね。あと行政士試験の勉強もするといいよって話をしたよね。ただ、今言った話を全部、あの、いきなり、そうか、じゃあ、芝先生入門講座受けなくていいですねってなると、それは絶対違います。あの、これは、あの、レックロ裏切りとかそういう話じゃなくて、本当に、あの、あの、当を受けてほしいというか、受けなきゃいけないんですけど、講義は本当に受けなきゃいけないですね。というのは、その、えっ、ー、とですね、 基本的には私勉強って自分でやった方が早いと思っています。ね。分かんないこと Google で調べた方が早い。全部いちいち更新聞く人いますけど、あんなことして暇に、あの、絶対こう調べたら早いんですが、自分一人で調べる力をつけなきゃいけないんだよね。そうすると最初はやっぱりそんな力は皆さんついてないと思います。なんで、えっ、ー、と、小中高で法学の授業ありましたね。財経法定主義って知ってるね。人権民主平和ってね、聞いたことないでしょ 国民主権、基本的人権を尊重、平和、えー、主義なんていうふうにね、間違った順番で覚えさせられてると思うんですよね。しかも暗記させられただけで意味とか説明けてないと思うんですね。これはもうはっきり言って幼稚園レベル、えー、小学1年生レベルの法学の知識なのに、それすらやってないんですよ。ね。で大学でいきなりそれ分かってる前提でいきなり大学レベルのことやるからね。こんなもんで、ちょっとネット調べてさ、あの、今言ったような問題集の答えの意味が分かるわけがない。 論文の今言った単で文章の意味が分かるわけがない。まして行政主権対策なんかできるわけがないんですね。だから、まずは最初は理解が進んでないうちは講義を聞いた方が絶対に勉強の進みは早いです。だから私も実はもう自白する大学受験の勉強ちょっとしてるんですけどね、自己契約ってみてね。とりあえず、スタディサプリ申し込みましたから、あの <laughs> 私自身が自分が言ってる勉強法が信じてるし、実際それが それを私ね、あの、司法試験でやってなかったから、すごい苦労したんですもんね。ちょっとやったのよ。入門講座だけ聞いたんだけど、入門講座以降の、当時のレックは、あの、2年聞かないと全部教えないっていうふうなや,やり方だったんですね。だから私は1年でそれを教えるって講座をやって、それがセールスポイントなんだけど、私はね。当時私が2年、えーえー、講座聞かないとやってないこと1年でやりますっていうのがセールスポイントなんだけど、ね。 だから2年目の講座全然聞いてないおかげで、難しいところを全部自学自習だったんで、本当大変だったんですよ。でもまあ入門講座を聞いてたからまだできたんだよね、それ。してなかったら、多分ね、お経4年と同じですよね、法学のそういう本なんて。1行目の意味が分かんない。ソクルペスの弁明とかね。私もね、中学生の時に読もうと思って1行目の意味がわかんなくて、本当にずらしましたからね。<laughs> それはいいとしましてですね、とにかく最初は講義聞いた方が絶対いいです。ただそのうち、かったるくなってきます。 私もね、やっぱりさすがスタディサプリの講義は、あの全部は聞いてないですね。やっぱり途中でちょっとかったらくなってくるんで飛ばしてますけどね。うん、あのねただ、やっぱり難しいところはだけ選んで聞いてますけどね。だけど、それは私、一応大学受験してるからさ、ねまあね、物理とかもさ、ある程度はしてるんで、自分がその受験に使わなかったけどさ、全くね。うん、えー、っとね。 えそれに比べたら、法学のこと、を多分何もしてないんと人はほとんどだと思いますよ。あの授業聞いたら分かるから、何もしてなかったっていうね。みんな直接民主主義の方が合い的だと思ってるでしょうね。あの違うんですよ、みたいな話とかね。いろいろしますからね。いろいろ平等とえ自由って矛盾するって知ってるとかね。<laughs> まあ、直接司法試験出ない話ばっかりなんですけど、今やってることはね。うん、でも本当は基,本基礎理論として知っておかなきゃいけないようなことだからさ。 これを、かつもちろんちゃんと出ることについても、あの自分で勉強してるだけだと、他の先生の講義とか、あと、大学の本とか予備校の本は、えっと、どれも行間が書いてないからね。その行間も余さず説明するっていうのが一応私のセールスポイントです。私からすると、スタディスタップの先生すら、もうちょっとこうやって説明をいいよねって思うときやっぱありますからね、自分自身ね。 えー、もうちょっとこれ、俺だともうちょい上手く説明するなと。嫌な、嫌な、こう、だから受講生なんですけどね。<laughs> あの、上から目線っていうね、えー。本当ね、それはね、思うんで、行間を詰めて説明するっていうのは、あの、結構得意なんで、っていうことですよね。まあ、それでも説明しきれないこと、やっぱりどっかであると思いますがね。というわけで、まずは、とにかくにも、卓一の勉強一人でやるにも、論文の勉強一人でやるにも、論文討論系にも、行政主権勉強するにも、私の講義を受けることがスタートしなければ、 あの、無理だと思います。ただ、受けた後だったらわからないことは Google で調べれば、Yahoo とか他の検索エンジンは Google は一番精度が高い。私の経験だと。もう今私民法の教科書とか全部捨てましたからいらないんで。Google で全部出てくるから。いらない。あれは。うん。あの、取っての行政法だけですね。本当ね。うん。あれはちょっとね、まあ、行政法ですらかなり出てきますけどね。うん。 まあでも本はなんとなくちょっと捨てられないのがね、行政法が私好きで得意だからっていうのもあるんですけど、他は刑法、格論も取っとでいいかな、ね。あとは全部捨てていいか <laughs> と思うんですけど、<laughs> 商法、相続商工論ちょっと細かい。まあやめて、やめた方がいいかな。<laughs> 別に皆さんに本を捨てることを勧める講座じゃないんでね、これはね。民法は本当にいらない。いや、ね <laughs> <laughs>、っていう話でねで。それで講義聞いて、まあ一年は講義聞いてるだけでいいんじゃないですかで。予習はしなくていいです。 復習だけで結構。復習するのに、まあ、もう1回私が講座で配るレジュメを読むとか、できればもうね、いきなり、えー、行政書試験とか予備試験の担当式の講義でやった範囲をやるということですね。あんまり細かくやってると、ちょっとあの分かりにくいかもしれないから、最初の民法10回ぐらいはさ、まあ、もうそのまま聞くだけでしてさ、それぐらい経ったぐらいでしそろそろ復習ってことで、択、え、一、ー、の例えば、 じゃあ、相続終わったか早速やろうぐらいだったらできるんじゃない例えばね。そういう感じでやるといいと思います。僕の講座は、あの、2回全体やるからね。民法を、あの、ね、2回全体。刑法も2回全体。全科目2回やるからね。うん。だからかなり早く全体像見れるからで、その中の一部の5回、6回度やった時点で、じゃあ民法を早速の卓でやってみようとかね。で、あとやるのも別に読むだけでいいから。 あの、いくら、講義聞いただけでいきなり解けるなんないですから、問題解くための技術っていうのがさらにありますからね。それも、いわ読んで覚える、読んで身につけるのね。ただ、身につきませんって人のために講座をやりたいと私は思っています。まあちょっとレックが、あの、うんっていうかどうかわか,かんないですけど、あれはね、儲からないんですよ。<laughs> かもしれないんで <laughs>、え <laughs> あの、私はやりたいと思ってるんだけどね。うん。そういう感じで、よし、復習してもらう。 で、もし行政書試験をやり、受けたいって人いたら、その素材に行政書士を使えばいいんだけど、ただ残念ながらすいません。今年の私の講座を、は、ちょっと行政書士シフトなってないんですよね。これちょっとね、あの、しまったなと思ったんですけどね。先に行政書の科目だけでね、10月までやるようなカルキューにすれよかったんだけどね。ごめんなさい。本当にそうなってなくてね。あの、ちょっと選挙でやったんでね、もうちょっとなってないんだけど、だから今年1年ゆっくりやりましょうよね。あの、ほんで1年経ったら次に、 復習兼ねて、えー、行政試験の、ね、準備を大体そうですね、えー、冬ぐらいから始めて、ね、1年後ぐらいに行政試験受けるでいいじゃないですかね。最初ゆったりさ、楽しく講義聞きましょうね。それぐらいでやりゃいいんじゃないですかって言って、ごまかしきれてるでしょうか。そろそろ時間が来たようですから、一応確かのガイダンスは以上ということにしたいなと思いますね。なんか怖いいこと書いてるんですね各科目1日 えー、えー、大、1日30問解けば4日で終わるはずだから、120問ぐらい楽勝だとか書いてあるんで、これ、これはちょっと参考するといいかもしれませんね。えー、ね。あの、過去問なんですぐ終わりますよみたいな話ですね。はい。じゃあ、まあ今日はここでおしまいしましょう。どう、それでは、あの、以上を参考にして、ぜひ私と一緒に法学勉強しましょうありがとうございました。